こんにちは、クリッカー夏猫です。新型 C クラスセダン、ワゴンおよびクーペのハイパフォーマンスモデルにはメルセデス AMG C43 フォーマチック、メルセデス AMG C63、メルセデス AMG C63S という3つのグレードが用意されています。ここではメルセデス AMG C43 フォーマチックの走りについてご紹介します。なお車両本体価格は940万円、267M30 型の3リッター V6 ツインターボエンジンを搭載し、大型化されたターボにより390馬力、6100rpm、520Nm、2500から5000rpm というアウトプットを得ているメルセデス AMG C43 フォーマチックは、その名の通り 4WD との組み合わせ。1710kg という車両重量には十分に強烈といえる加速フィールをもたらし、スポーツプラスモードにすると後ろから蹴っ飛ばされたような瞬発力にも驚かされます。組み合わされるトランスミッションは QAT の QG トロニックで、メルセデス AMG 向けにチューニングが施されています。もともと超がつくほどスムーズな電子制御 AT がより素早いシフトダウンを披露してくれるだけでなく、ダウンシフト時のグリッピングも気分を盛り上げてくれます。AMG フォーマチックは31対69というリア寄りの前後トルク配分により、安定性とハンドリングの良さを兼ね備えています。試乗時はあいにくの雨混じりでしたが、峠道でも高速道路でも不安定な挙動とは皆無でした。さらに AMG エグゾーストシステムにより、スポーツプラスモードにするとシフトダウン時や加速時には勇ましいサウンドが後方から響き当たります。標準装備の AMG ライドコントロールスポーツサスペンションは、ロードを制御するかなりスポーティーなセッティング。試乗車が履いていたのはコンジスポーツコンタクト 5P の 225-40ZR19 サイズということもあり、走行モードや路面を問わずかなり引き締まった乗り味になっています。スポーツグレードでありながら 4WD による高いスタビリティ、安心感も魅力で、高速道路を中心としたグランドツアラー的なキャラ。ワインディングでは高いボディ剛性感によるスポーツカー顔負けの切れ味を披露するなど、高いトータル性能が際立っています。